皆様ごきげんよう今日は令和4年11月22日火曜日時間は今朝の8時10分です昨日は私の生きる指針みたいなことをお話ししました今日もね同じテーマで少しだけ お話ししてみようかと思いますえっ、ー、と私の生きる指針もう一つあってねそれは今を精一杯生きるっていうことですよくねこういうことを聞きません将来の目標をお達成するためにどうしようとか夢を持とうとか そういういことっっててて、まあ、よく言言われてきたし今でも言ってるんだと思います私もそうでしただから目標を立てて仕事でもプライベートでもね5年後10年後20年後のおこんな目標そしてそれをおブレイクダウンして、えー、来年までにはこうしとくとかね <laughs>、えー、半年後にはどうするでそこで頑張るみたいな。 でもねこれやってもね一回も目標を達成したことないこれまでの人生で <laughs>、うん、あとねちょっと今は未来の話ね今度は過去の話ですこれまで生きてきて失敗したりもちろんいいこともありましたでも不本意なこともありました その不本意なこことと失敗したことそれを振り返ってうーん気持ちがへこんだりね、まあ、もちろんそこで反省して、えー、得るものっていうのもあるんですけれどもそういう過去とか将来とかそこにフォーカスをしてこう今をね生きていくんではなくってもうここの今目の前1秒後。 あるいは今もう本当にジャストなうこれをこの瞬間を精一杯生きるまああのちょっとこれは語弊があるんだけどももう将来のことは考えない考えないことはないんですけどね言ってみたらまあそういうイメージでこんなふうにね今を精一杯生きる っていうことを心がけてきたところ気持ちも安定してなんていうのかな自分の軸が固まった気がしますイメージの話ですけどね、うん、こんな風にしてここ数年私はあ生きてきました <laughs> まあこれをね、でもいいなと思ったこれは効果があるなと思った だからこれからもね、まあ、あの同じように、えー、今を精一杯生きるということで毎日毎日瞬間瞬間を精一杯生きていこうと思っております。それではまたお会いしましょう。See you!